今日はですね、フィルミングの部分で活動しているプロスキーヤーの浦田芳也くん、ブル君と、あと丸山陽平と一緒に丁寧で滑りたいと思います。見えるかな、まあ、上にパークがあるんですけど、今ブル君と陽平はあのパークの整備に行っているんで、まあ、俺は下で待ってて、まあ、彼らが終わったら、まあ、一緒に撮りながら滑り始めるっていう感じですかね。結構大変そう、手伝った方がいいのかな。で、多分2人ともちゃんと一緒に滑るのは初めてだと思うんだよね。まあ、俺がコロラド大会で行った時に、コロラドのキーストンとかブリッケンリッジでティクルの撮影をしてたから、まあ一緒の場所では滑ってたんだけど、多分ちゃんと一緒にセッションするのは今日が初めてかな。でブル君は昔カナダカップで一緒の大会出てたんですけど、まあ、その時俺がねめちゃめちゃ飛びすぎて足を結構ひどめの打撲をした時があったんですけど、ブル君が近づいてきて、ではめっちゃ怖いなと思ってたら、なんかそっとね尻尾を差し出してこれ効くからって言ってくれたりっていうことがありましたよ。陽平は同い年っていうこともたまに連絡を取り合ったりとかはしてますね。まあ、なかなか同じフリースキーヤーでも、まあ、俺はいつも本州とかにいるから、あんまりこの北海道の方で会う機会もなくて、たまたま今回は予定があってお互い一緒に滑れるっていうことなんで、予定合わせて滑ることにしました。はい、ということでですね、雪はめっちゃこの通り降ってるんですけど、このパークで、まあ、このリフト流しながら滑りたいと思います。これ生なスーパーパウダーの雪だから、これ、うん、粒でかい、でかいよね、しかも軽いよね。そうだから今日削ったやつとか速攻埋まるみたいな、雪溜まって除雪はやった。この前なんてさ、嬉しいけど嬉しくない、嬉しいけど作業量半端ないから1日も除雪で終わるからね。あれとか言ってブリッケンリッチか。頑張ってました。ハードルなかって感じ。ジャンプね、届かない気がする。大丈夫かこれみたいな。ねじ込みましたね。だいぶ北海道のスキースタイルだから、飛んでからじゃないとわからないっていう。足りなかったらねじ込むみたいな、余ったらもう一回奥回すみたいな、はい、ちょっとシフティでタイルとかね。マジで晴れると思わなかったんだけど今日。あんだけ降ってもうやめようみたいな感じで心だからね。すげえ。